小池知事が肝煎りで進める都政改革本部の会議が開かれ、都庁職員の働き方改革がテーマとなりました。小池知事は職員に対し、改革は誰かではなくあなたがやるものと、まず意識を改革するよう強く求めました。都政改革本部の会議は今回で10回目となり、小池知事は出席した職員たちに改革への思いを新たにするよう求めました。改めて3つの東京大改革の柱、都民ファースト、そして情報公開、ワイズスペンディング、これをベースにしながら一歩一歩前に進めていただきたいと存じます。誰かがやるのではなくてあなたがやるんです。みんながやるんです。そのことを心に刻みながら進めていただきたいと思います。今日の会議は職員の働き方に関する課題がテーマとなりました。職員へのアンケート結果が示され、業務量が増えても職員の数が抑えられ、年々職場が忙しくなっている、育児があるためもっと柔軟にテレワークで働けるようにしたいといった意見が挙げられました。また上山特別顧問が都庁内でいまだに現金決済で作業していることを指摘すると、知事はアフリカを例に挙げ、世界の流れを見るよう職員たちに促しました。マサイ、アフリカのマサイ族も電子決済しているということなんで、マサイ族をしのぐのことをやってほしいなと。で、いやだから国内だけ見ていたら世界の流れわかんないと、置いてかれますよということで。職員の働き方に関する課題について、今後具体的にプロジェクトチームが対策を検討していきます。